をかけない久保、さらに6番松本。ここでクレバーな怪物にこれまで甲子園で味わったことのない予期せぬシーンが訪れる。立っていきました、ライトの頭上を襲う打球がぐんぐん伸びていく、ボールを巻いていきました。明徳義塾松本の鮮やかなスリーランホームラン。